こんにちはーす。中までたっぷりチアです。今回はこちらのコースで遊んでいきましょう。1000人くらいやっても誰もクリアしてくれないんで、このコースで遊んでください。で、ツイッターで来てるんだけど、完全に間違ってる。コース ID が間違ってるのかな？なのかな？まあ、とりあえずこのコース遊んでいきましょうね。キープスピン。まあまあまあ、ここまではよくあるやつ。うん、バネで折り返してね。よくあるやつですね。いいっすね、いいっすね。軽快ですね。あ、1マスってのはすごいんじゃない？うー。はい、オッケー。はい、続きましてはこちら。10秒チャレンジですね。まあ、やばそうだった途中で、噛んだ。本当に噛んだ。くっそ痛いした。本当にやばそうだったら、ちょっとやめましょうかね。ここが第一関門ですね。オッケー、はい、走って、はい、はい、はい。結構むずいぞ。思った以上にコインに乱されるゲーム。コイン取ってる時に出てくるこの周りのキラキラがすっげえ邪魔。すっげえ邪魔。コインの音とパーティクルが本当に厄介なステージ。マジ、マジコイン、コインにかき乱されゲー。コインにかき乱されゲー。はい。オッケー。やっとクリアできた。謎仕様発見。ヨシが生まれた砲台からアイテムが出てくる？あ。え、なんで？キラーが反応しない。なんで？なんで？ What's なんでかな。なんでかな、なんでかな、なんでこういう仕様なんだろうな。全然思いつかねえ。すげえ、これなんだ。よく見つけたな、これ。これはすげえな。これ行ってみようか。形がすごい。サムネがすごい。ドロップステアーズ。20秒チャレンジ。壁キック合わせてー。降りてー、入ってー。降りてー、入ってー、入れない。ブレーキかけた方がいい。OK。で、そのまま降りてって、ふわー！オッケー！いやー、かなり楽できるんじゃないかな。じゃあ、じっくり行きましょうかね。まずはスピンですね。はい。で、これは、中身が何もない。これも、まあ、出ても取れないんだけどな。これに乗って、バネ必要？バネ必要ですね。ということは、ここで、バネ持ち壁キックですね。んで、置きまして、バネで行きますと。うおっぶねー、死んだと思った。ここら辺はスピン。ゴールがありますね。入れない。そういうことか。オッケー。雑食だからね、ヨッシーはね。こんなものまで食っているとは。あ、まずここに入りまして、これがヨッシーの体内っていう表現なんでしょうね、多分ね。ヨッシーの中にヨッシーがいる。あクッパまで犠牲になってる。強えな。とんでもねえ雑食プレイだな。ドッスも食べたのか。しかもその上であれしたわけですね。ほっ、酔う分。キラー放題まであるが。すげえな、これ。ケツ。書き方。ケツ。オッケー。はい。では続きまして、こちらのコースで遊んでいきたいと思います。これやばそうだな。相当やばそう。これは本気になんないと多分ダメなやつだな。
土管入ります、スピンします、踏みます、右行きます、お、こうか、こうか、こうか、オッケーオッケー、え、オッケー、で上だな、うーそだろ、オッケー、あ、いやでも入れなかったじゃなくて、でっかいままでいけなかったな、あー届かねえか、オッケー、でこうか、え、こっちでもいいのかな、怖え、あーでもなんかダメくせえ、うわそんな、よし、よしよし、はいはいはい、ヒップドロップ出なかった、下からいけねえかな、てかいけそうじゃね、下から、あ無理か、無理だな、あぶねえ、いけた、やっといけた、はい、セーブして見てるところなんですけど、クリアしてきたのがここですね、はい、でこういってさ、さっきやったのはここだったんだけどさ、これどう考えても無理なんだよね、どう考えても無理なんだよな、綺麗に投げつけて直で爆発したら確かに2個壊れるかな、壊れんのかな、でもさ、これ作り的にコース、え、クリアこれじゃねえんじゃねえのとも思うんだけど、でもここしかありえないよね、ボムヘッちゃんそこに置くってのは多分無理なんですよ、ここにブロックがあるから、置こうとしたら多分このトゲに当たるんだよね、でボムヘッちゃん先に踏んでから置くと、もう次足場がなくなるんで終わるじゃん、だから投げるしか選択肢がないと思うんだけどさ、これあれだな、多分投稿者の手本がないとクリアできないやつなんだろうな、多分な、でこれ入ったらここ入って、これ土管入ってゴールって仕組みだったんだよ、でさ、もう一個可能性があるとすればこれなんだけど、でっかい状態でさ、これ土管入れるか、食らっちゃうよな、いや食らっちゃうよね、あやっぱダメだな、そしたら現実的にクリアするってなると、やっぱ P 踏んでここ上行ってこれなのかなっていう感じがしますけど、これで落ちてくるからこれを捕まえて、まあこうかなっていうのが一番現実的なのかなっていう気はするんですけどね、これでいいのかな、このコースは絶対に投稿者のお手本が欲しいですね、どうやってクリアしたのか本人が、ほっ、とりあえずここまでは変わらなくて入っちゃって OK で、今度はショートカットせずに一緒に降りて、ほっ、ちょっと急げ、この辺だった、 OK、 これでいいのかな、いいのかな、なんか違う気するよな、普通にボム兵のとこ行きそうだよね、でもちょっとやり方が分かんなかったですね、あーなんか納得いかない終わり方だけど、しょうがないかな、今回はここで終わりたいと思います、ではご視聴ありがとうございました、お疲れ様でした。